どうもこんにちは、メリシティです。ラタンソフトのパズルゲーム日焼けの思い出プラス日めくりを毎日プレイしてます。今日は2023年9月18日、始めてから261日目ですね。実は YouTube に動画を投稿して、5年、1本ちょっと別なんですけども、5年になるんですけども、で今日投稿動画数が1000になりました。でこのいつもやってるやつを1000本目にしようかと迷ったんですけども、これは1000本目にせずに1000本目はライブ配信でやってお送りします。19時39分ですね。あら、副業がな感じいいですね。これが動画の1001歩目とする予定です。どっちか。この動画の数が増えたっていうのは もちろんこのシリーズを始めたからっていうこともあるんですけども、やっぱりちょっと1000本目にするにはどうなのかって感じがあったので、今日ちょっと自転車で出かけられなかったこともあって、リングフィットアドベンチャーやって少しでも体を動かしとこうという感じになりました。で、リングフィットアドベンチャーやるんです。この後9時からですね。21時。いや、ほんと。今日は261だから、もう4分の1以上、投稿動画の中を占めちゃってるわけですけど。それはそれで仕方ない。その分他の動画も割と増やしたはずですので良しとします。こんな中あれですけど、登録者数が今日だけで5人減ったりしますからね。これはしょうがないですけどね、入れ替わりが激しいので。それでは準備したあれだ、右画面の紹介に行きます。どうぞ。本日紹介するのは、機動戦士ガンダムフォーミュラ91に登場したガンダムフォーミュラ91 MS インポケットのガンダムフォーミュラ91です。こちらの商品はビクトリーガンダムの時にビクトリーガンダムのモビルスーツを144分の1で、おもちゃとして出す時に出した中にこのフォーミュラ91も入ってたんですけども、そのうちの一つです。でこちら材質が材質なんで、もう真っ黄色になってたのを色を塗り替えました。白ね、上から塗って、この中も全部塗ってますね。まだちょっと黄色さがちょっとまた出始めてますけどね。あまりに色がきちんと塗られてなかった。ただこれ144分の1なんですけども、ちょっと実際よりも小さい感じになってます。寸詰まりな感じになってます。 HGUC でも144分の1のフォーミュラ91は出たんですけども、それはちょっと大きすぎな感じに見えます。逆に本日紹介したのは MS インポケットの
ガンダム褒められないピーマンでした。はい、まあ普通のタイムかな。39分だからまあここまで遅くはないのかな。また明日ね。今、晩ご飯の準備、鶏肉の唐揚げを、揚げようとしてるところなんですけども。なあ、9時までにいろいろ間に合うんでしょうか。まあもちろんこれは、この動画は、多分、日をまたぐと思いますね。いろいろ準備はしてありますけど。ちゃんとうまくいってくれるといいんですけど。それでは、ありがとうございました。